日本政府が長射程ミサイル発射可能な潜水艦の実験艦の建造する方向で調整に入ったとの情報をキャッチしました。今回はこの長射程ミサイル発射実験艦建造について詳しく見ていきますね。アメリカが日本に長射程ミサイルトマホークを売却承認すると1-2式能力向上型が導入するまでのつなぎで配備できるが、実験艦の建造は早急に急いだ方がいいよね。2022年10月31日よりアメリカ軍と韓国軍とが200機以上の航空機を参加させての大規模な合同軍事演習を行っているが、こうした動きを牽制するかのように北朝鮮による日本海方面へのミサイル発射が頻発している。11月2日には、1日で20発にも及ぶ短距離弾道弾を発射した北朝鮮だったが、翌3日も朝から弾道弾を発射したとみられ、日本では祝日であるこの日も、多くの報道番組内で、その状況を報じる緊急対応が行われており、予断を許さない。北朝鮮によるこうしたミサイルの乱射は、目の前の米韓の合同軍事演習を睨んだ牽制行為だというのが、無論最大の理由ではあろうが、開発力や技術力を高めたことを誇示するかのように、以前より発射数自体が増加している。こうした情勢下で、日本を含む近隣国のミサイルをめぐる軍備の状態を改めて見てみると、まず日本の仮想敵国であるロシア、中国、北朝鮮は、長距離巡航ミサイルを、前の2国が、保有、配備済みで、北朝鮮が、開発中と召されている。そして、日本とは、アメリカを介して、準同盟国的な関係である韓国も、国産の長距離巡航ミサイルをすでに配備しており、台湾もまた、近日中に、その配備を行う予定であり、日本もこれらに準じるかのように、1-2式地対艦誘導弾の能力向上型を開発中となっている。現行の1-2式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が装備している最大射程が、およそ 200km 弱とされる陸上発射型の対艦攻撃用のミサイルだが、現在開発中の能力向上型は、最終的には、およそ 1500km 以上の射程距離の確保を目指している。ただし、1-2式地対艦誘導弾の能力向上型の開発が終了し、実際に部隊配備が可能となるのは、2026年度になる予定であり、今現在から4年のブランクが生じるため、最近ではアメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達して、間を埋める案が報じられている。多くの日本の大手マスメディアでは、このアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルを、最大射程距離が 1250km から 1600km に達すると報じており、海上自衛隊の既存の護衛艦の VLS、垂直発射艦からの運用が可能と続けている。また、周辺国の軍備の状況に、一旦話を戻せば、日本を、攻撃可能な弾道弾を、ロシア、中国、北朝鮮の仮想敵国は、無論保有しており、北朝鮮と地続きで対峙する韓国も、その分野の兵器を、一応は配備を行っている状況にある。そこから考えた場合、弾道弾を保有していないのは、日本と台湾の2カ国のみということになるが、前述のように、台湾は、国産の長距離巡航ミサイルの配備はすでに行っており、その意味では日本のみが現状長距離での攻撃手段を持たないと言える。こうした現実の状況を踏まえた場合に、韓国や台湾はともかくとして、日本の三大仮想敵国である中国、ロシア、北朝鮮に対抗する備えを持たないというのは、非常に心もとないと思わざるを得ないのだが、未だ、マスメディアでは批判も多い。
そこで展開される主な論旨は、今の日本政府が、ロシア・ウクライナ戦争や北朝鮮のミサイル発射を口実として、これまで、日本が、憲法に基づいて遵守してきた、自衛隊における専守防衛の理念をかなぐり捨てて、軍事力を強化しようとしているというものだ。こうした言説は、これまで、日本の自衛隊が、専守防衛を理念として、防御を担う盾の役割に徹し、攻撃の矛の役割を担うのは在日アメリカ軍であるとする考えを、臆面もなく主張しているが、備えがないことの恐ろしさには、無頓着であるかのようだ。太平洋戦争に敗戦した日本は、自衛隊は、軍隊ではないという、建前と欺瞞のもと、アメリカ軍に、攻撃面を全面的に委ねるという、政治的な判断によって、これまでは、もっぱら、防御的な兵器を装備することで、それが軍隊には当たらないとの、苦しい設定を貫いてきた。そのため、冷戦時代には、では、何が自衛隊が保有すべきではない、兵器なのかと問われれば、大陸間弾道弾や攻撃型の航空母艦、そして戦略爆撃機が、その具体例として挙げられ、こうした兵器は攻撃的であるが、故に保有しないと表明された。しかし、時代とともに、兵器の位置づけが変遷していくことは避けられず、例えば戦略爆撃機のような存在は、今や、アメリカやロシア、中国といった極一部の軍事大国でしか存在せず、マルチロール機と化した戦闘機が、兵装によって、その役割を担う形に変化している。また、当時も、対攻撃型の航空母艦と表現されたように、今の海上自衛隊では、ヘリコプター搭載型の護衛艦であるいずも、型を F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする軽空母への改修を進めており、この実現にも時間を要した。そして、最後の大陸間弾道弾だが、これは、核弾頭を、搭載可能な長距離弾道弾を指し示したものと考えて良いと思うが、弾頭に核兵器こそ搭載しないものの、射程距離だけを考えれば、1-2敷地対艦誘導弾の能力向上型のように、日本から中国大陸に届くものの実現しつつある。その弾薬をどうミサイルが完成して配備されるまでの間をつなぐ存在として、今回トマホーク巡航ミサイルのアメリカからの調達が本格化していると見えるわけだが、その祖も、兵器を防御的か攻撃的かという区分でくくる考え方が限界に来ていると思える。確かに、日本がこれまで進めてきたミサイル防衛等の考え方からすれば、敵の弾道ミサイルを迎撃するための SM-3 等のミサイルは攻撃的ではない。防御兵器と言えるかもしれないが、そもそも、防御兵器は、すべての脅威を排除できない。それは、日本に向かって飛翔してくる、長距離弾道弾が数発ならば、まだしも、最近の北朝鮮が、実施してみせているように、短時間で、多数を発射されてしまえば、海上自衛隊が、海上に配備している、護衛艦が搭載する SM-3 の数を明らかに超過してしまう。こうした敵の迎撃ミサイルの数を超える攻撃は、かつての冷戦時代に、旧ソ連がアメリカの優勢な空母打撃群を無効化するべく編み出した、飽和攻撃という手法だが、今や、すべてのミサイルに応用されて、迎撃の難易度を著しく困難にしている。また、昨今のロシア・ウクライナ戦争等でも明らかなように、弾道弾は、もとより、巡航ミサイルやさらに簡易な自爆型ドローンに至るまで、空爆を行う手段は多様化しており、これらのすべてに、対抗可能な迎撃システムを完備することも難しい。余談だが、ドローンは、もとより、個人携行型のロケット弾にまで対処可能な防空兵器としては、イスラエルが配備しているアイアンドームが世界的にも著名だが、これにしても迎撃する対象との費用対効果という点では、
整合性が取れていない。アイアンドームは、確実に対象を迎撃するため、常に2発ずつを発射する防空システムだが、このミサイルよりも、ロケット弾や一部のドローンは確実に安価であり、多数のこうした兵器による攻撃にさらされれば、防御側の負担が増すのみとなる。それでも、今のウクライナは、このイスラエル製のアイアンドームの供与を希求していたが、ロシア・ウクライナ戦争等に、中立の立場を貫くイスラエル側は、首を縦に振らず、ロシアの攻撃によるインフラ破壊に直面させられている。そうした現実の戦争を見るにつけ、防御用の兵器をいかに充実させたところで、限界はあり、であれば、要は、いかに、相手の攻撃を思い止まらせることができるのかといえば、敵よりも、長射程から、攻撃が可能な兵器を備えておくしかないと思われる。その意味においては、今、まさに、開発中の一二式地対艦誘導弾の能力向上型と比べても、実際の戦闘では、使用されたことのないそうした兵器よりも、幾多の中東方面での実戦で、成果を残している、トマホーク巡航ミサイル保有を誇示する方が、抑止力には向いているようにも感じられる。